はい、今回も、VTuber、YouTuber 紹介企画、第2弾のパート5をやっていこうかなと思います。まあ、ついにね、パート5まで来たかっていうとこなんですけども、そうですね、まあ、結構ね、感慨深いとこもあるのかな、まあ、ここまでね、結構紹介してきたのかなと思います。まあ、あと2回か3回ぐらいで、初回企画はね、第2弾は終わるのかなとは思います。で、まあ今回も、まあ VTuber、YouTuber 紹介企画って言ってますけども、もう VTuber さんしか残ってないっていうのが現状ですけども、まあ、今回もね、しっかり紹介していこうかなと思います。まあ、やっぱ紹介した後ですね、まあいろいろ、まあ、コメントいただけると結構嬉しいなとかね、思ってね、また頑張ろうっていう気持ちにはなりますよね。ということで、今回もしっかり、皆さんの魅力をね、伝えていけたらいいかなと思います。まあ、毎度の通り、概要欄にね、皆様の、リンクを載せておきますので、まあ、気になった方、いらっしゃったら、ぜひね、見に行っていただけたらなと思います。まあ、本当にちょっとでも気になったらね、見に行った方がいいと思います。なぜなら、自分の説明だけでは説明しきれない部分がね、絶対あると思うので、ちょっとそこら辺はしっかり、見ていっていただけたらなと思います。はい、まず、一番最初にご紹介するのが、まあ、VTuber の方、当然 VTuber の方なんですけども、給食おじさんという方をご紹介していこうかなと思います。で、その給食おじさんの給食は、求める食の、おじさんの、給食です。給食、なんていうの、学校の給食とかの、給食ではなく、食を求めるって書いて、給食おじさんという方ですね。で、まあ、この方なんですけども、まあ、この動画が上がってる時にはどうなっているかわかりませんけども、まあ、今、絶賛相方を募集されているという感じの方ですね。で、まあ、その相方を募集されている、まあ、内容とかをしっかり、見たりするんですけども、かなりね、ガチ勢というか すっごく本気でその VTuber として、活動を頑張っていくぞという意気込みがね、すごいわかる方かなと思います。まあ、その、まあ、条件とかですね、その、まあ、おしゃべりとかメインで配信できる方とか、趣味や遊びでなく、私生活を、まあ、ある程度犠牲にしてでも配信活動を行う覚悟がある方とか書かれてるんですよね。もうこれでかなりね、ひしひしとね、この VTuber として、この VTuber 愛というか、なんていうか、そういう覚悟というものがね、ひしひしと伝わってくるという感じの、まあ、給食おじさんという方です。まあ、活動に関しましては、まあ、FF7 のリメイクとか、やられているのかなと思います。まあ、他に、まあ、コラボもね、されていたりとかもしている感じです。まあ、まだ2ヶ月ぐらいなのかな、やってるのがそのくらいだと思うので、まあ、結構ね、そこら辺は、まあ、新しい新規のね、そういう、なんて言うんだろう、リスナーさんとかで盛り上げていくのが結構ね、楽しみじゃないかなっていう方です。なのでね、まあ、そういった意味でも、結構、新規のリスナーさんとかもね、古参勢になるチャンスだなっていうのは思います。まあ、とにかく、すごく、ガチ勢というか ガチ勢の方です。という感じで、ですね、給食おじさんさん。はい。はい、次は、チロルちゃんという方を、紹介していこうかなと思います。で、まあ、この方なんですけども、まあ、比較的というか、そもそもなんか VTuber さん、やっぱりゲームの、印象が強いなっていうのは自分の中であるんですけども、この方は ASMR を、やられてるとか、あと、なんて言うんだろう、なんて言うんだ、言い方がよくわかんない、前、演劇みたいな。シチュエーションボイスか シチュエーションボイスを、やられていることが多いのかなと思います。ゲームとか、
もうやられてたりはするんですけども、シチュエーションボイスとか ASMR を、特に、力入れられている方なのかなと思います。まあ、シチュエーションボイスとかすっごく主張が伸びている方で、本当に素晴らしい方だなと思います。まあ、とにかくね、可愛いですよね、見た目が。なので、ね、すごく自分、うさぎ好きなんで、うさぎいいなぁと思います。で、まあ、そもそもですね、まあ、お声も可愛いので、かなりね、素晴らしい方だなと思います。まあ、2ヶ月くらいでね、本当にすっごく伸びてる方なので、本当にね、この動画を上げている時には、もしかしたらもうチャンネル登録者1000人いってる可能性もあるんじゃないかなという感じの方です。まあ、とてもね、お声が可愛らしくて、まあ、他の VTuber さんと、のゲームとかと被ってないっていうのも、一つのね、良さかなと思います。そのゲーム系の方もね、ゲーム系で成り立ってますし、他のその分野が違かったりすると、まあ、視聴者さんも被らなかったりとか、被らない、同じ時間帯でも被らなかったりとか、そういった意味でね、本当に素晴らしい方だなと思います。はい、続いての、紹介する VTuber は、シュさんという方を、ご紹介していこうかなと思います。まあ、シュさんの、まあ、とにかくイメージは、闇鍋ライブ をやられている方かなっていう印象は僕の中で強いのかなと思います。まあ、お絵かき配信とかもね、されてるイメージも、かなりあって、まあ、そもそもとにかくいろんなゲームをやられているのかなっていうのは、イメージにあります。闇鍋のその突発コラボのね、ライブとかって、まあ、とにかくどんどん入って、人が入ってきてっていう感じなので、とても盛り上がっててね、とても楽しそうだなと思います。まあ、自分も突発たまにやったり最近してたんですけど、まあ、基本的に突発人来ないんですよね、僕のところだと そういうところでね、人が来るっていうところが、まあ、やはりね、そういう人から好かれているというかね、好感度というか、その人となりがね、とにかくうかがえるのかなと思います。僕がね、人となり悪いみたいになっちゃったけど、まあそういうわけじゃないかなっていうのは まあ置いといて。あつ森とかもやられてたりとか、UNO とかのコラボとか、結構いろんな方とね、コラボ配信をされていたりとかね、まあ、そもそも朗読とかもやっていたりとか、まあ、とにかくいろんなことをやられているのかなと思います。で、まあ、絵もね、とてもお上手なので、まあ、どこかのタイミングでね、なんか絵とか描いていただけたらなとかね 思っちゃうんですけども。まあそもそも、シュウさんと、まあなんかその、VTuber を題材にした、まあ雑談配信とかもね、したいねみたいな話もしたので、まあどこかで、まあそういったね、一緒に何かできたらいいなとかもね、思ってます。まあやっぱりいろんな方と話すとね、まあ知見が広がったりとか、まあそもそも VTuber とか関係なく、とにかくいろんな方とお話しして、いろんな方の話を聞くっていうのは結構ね、良かったりするので、まあ、自分のね、ためにもなったりとか、とにかく面白いっていうのがあるんですけども、まあ、そういった意味でね、いろんな方と、お話しできたらいいなとかも考えております。まあ、とにかくしゅうさん、とにかくいろんな方とコラボされているので、まあ、とにかくね、面白い方だなという思います。やはり知見もとにかく広がっているんじゃないかなと思います。とつまち配信とかね、6時間とかやるのは本当にしんどいことだと思います。すごいなと思います。ずっと喋ってるわけだから、大変だと思いますけどね。そういった長時間配信とかもよくやられてたりするので、素晴らしいなと思います。はい、続いては、つかいまさんという方をご紹介していこうかなと思います。まあ、訛りがひどいうるせえ VTuber と、書かれておりますけども、自分のね、コラボの突発的な、雑談配信みたいなのがあったんですけど、その時にね、来ていただいた方なんですけども、まあ、
その大阪系なのかなという、まあ自分で大阪って言ってたんですけど、まあ、大阪系で、ただね、そういった結構ハキハキされているので、そういう雑談配信とか、すごいね、こちらは助かると言いますかね。自分、どちらかっていうと、人の話聞く方がね、好きなのかなとか、まあとにかく聞くといろいろなことを知れたりするじゃないですか。なので結構聞くのも好きなんですけども、まあ、そういった意味でね、いろいろなことをね、とにかくお話がお上手で、とにかくどんどん出てくるお話が、っていう意味でも、結構ね、雑談配信とか、するとすごい楽しい方だなという印象です。やはりね、そういう方とやると、結構知見も広がるし、地方によってもね、やっぱいろいろ違うこととかあると、結構知らないこととかね、知れたりするきっかけになるので、いいのかなと思います。結構、VTuber さんとか YouTuber さんでも、まあ、場所を隠してる方とか、多いかなと思いますね。まあ、でも、その中でも、まあ、完全にいろいろお話ししてるとか、まあ、ここに行ったとか、完全にね、いろいろなことをね、お話しされているという印象があるので、まあ、そういった意味でもね、かなりね、楽しい方かなと思います。で、まあ、あつ森とかもね、やられていたりとか、まあ、ただ喋る、枠とか、まあ、とにかく雑談枠とかもやられていたりとかで、まあ、そういった意味でも、やられているのかなと思います。で、まあ、やはり話が面白いという話なんですけども、まあ、凸枠を、まあ、以前やられた時に、まあ、誰も来なかったとかね、まあ、そういったね、まあ、中は自虐的なお話とかもされていて、とても面白い方だなという印象が、とにかく強い方だなと思います。はい、続いて紹介する方は、まあ、とにかくね、名前が、難しいなという印象ですが、獅子神五右衛門三郎札吉さんという方をね、ご紹介しようかなと思います。姓が獅子神、名は札吉、あだ名を五右衛門三郎と申す。そうですね。で、この方もあれなんですけども、まあ、とにかく名前が難しいという印象が、まあ、強いかなというとこはあるんですが、まあ、結構ね、いろんなコラボもされているのかなっていう、印象が僕の中では強いです。で、飲み雑談コラボとか、お誕生日コラボとか、プロジェクトウィンターの、なんか雪山キャンプ行ってくるぜというコラボとか、まあ基本的にやはりコラボが、多い方だなというところで、結構コラボってね、大変だったりとか、そもそものつながりとかもあったりとか、まあ、そういった意味でね、すごい方なのかなと思います。まあ、ゲームもね、いろいろやられているのかなと思います。ポケモンとかもやられていたりとか、これなんて読むの？ MHWIB っていうやつとか ちょっとゲーム系で僕よくわかんないんですけど、まあ、デッドバイデイライトとかもやられていたりとか、まあ、というゲームもやられていて、雑談とかのコラボもやられていてとか、まあ、ゲームも、他の方とのコラボも多かったりとか、そういった意味で、とても、やっぱ、リスナーさんが違う人同士、違う方同士が結構コラボすると、やはり盛り上がりますよね。リスナーさんも、知らない VTuber の子だし、方を知ることができるし、まあ、そういった意味でね、知らないリスナーさんとの交流もできたりとか、そういった意味でとても楽しみがあるなという印象が強いです。まあ自分も、まあ将棋系だと、結構リスナーさんが、似るんですよね。まあ僕のとこは、他の将棋系 VTuber さんとのリスナーさんとは全然違う層のリスナーさんがいらっしゃるっていうのが、まあちょっとね、僕の、ちょっと、将棋系 VTuber のリスナーさんじゃなくて、将棋系実況者のリスナーさんの方がたくさん来てくださるので、まあ、そういった意味で、まあ、ちょっと違かったりはするんですけども、まあ、そういったね、僕の場合で言うと、その将棋系 VTuber さんとコラボすると、リスナーさんが違うリスナーさんで結構盛り上がったりとか、まあ、そういった意味もあるんじゃないかなという意味で、まあ、そういったね、他の方とコラボするっていうのは結構ね、楽しみが多かったりとか、リスナーさん同士でも楽しみがあったりとか、そういう意味が、意味しか言ってないけど。でも今日ね、なんかすっごい喋れないんですよ。なかなか言葉が出てこないなって印象なんですけども。まあ頑張ってるつもりです。
まあ、こういったラジオとかも本当にかくやられてるのは本当にね、すごいなっていうのは、思います。まあ、やはりね、一度見たらもう忘れない、印象がね、つけられているかなと思います。名前もね、名前はちょっと、忘れちゃうかもしれないですけども、この見た目は絶対忘れないですよね。ということで、まあ、しっかり名前も、この見た目もぜひ覚えていっていただきたいなと思います。で、まあ、今回は、6人か5人かな、紹介したかなと思います。で、まあ、今回はね、ここで切ろうかなと思っていますが、また次のパート6とか、そういうのも、ぜひね、見ていただきたいなと思います。で、まあ、今回紹介した、方々も、とにかく素晴らしい方がたくさんいらっしゃったと思います。なので、しっかり皆さんね、見に行っていただいたりとかしていただけるとね、まあ、自分が言っただけでは伝わらなかった、素晴らしい方だと思いますので、やはり自分のことは本当に伝わらない、とにかく今日はいつもより伝わらないかもしれないなっていうのは、思ってるんですけども、しっかりその方々、実際に見ていかないとね、百聞は一見にしかずというように、なかなかわかんないこともあると思います。なので、しっかりね、皆さん見に行っていただきたいなと思います。ではでは、ここら辺で終わりにしますが、もしよかったら、僕の方もチャンネル登録、高評価とかしていただけるとね、頑張ろうと思います。まあ、コラボとかもね、紹介した方々とかともね、なんか仲良くしていきたいなとか思っているので、もしよかったら皆さんね、チャンネル登録と高評価とかもしていただけたらね、嬉しいなと思います。ではでは、ここら辺で終わりにします。バイバーイ。